まずは自己紹介と、志望理由をお願いします。お困りですか？あ、すいません。田代さん家はどこですかね？田代さん家なら、坂を下ったところですよ。ありがとう。気をつけて。お母ちゃん。すいません。少し来たんですね。下って行って、自動園通りにぶつかるところの角の位置で。あ、ほんとですか？うん。500メートルぐらいかな。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、ご苦労さま。すいません、ありがとうございます。この間おばさん来た時も心配して、見合いでもどうだってだろ？見合いなんかまだ早いでしょ。晴れてもないんだろうって。結構モテるのにすぐ来ちゃうんだ。やめてよ、お兄ちゃん。あ、でも、ママでも可愛いって言ってたよ。いいなぁ。全然そんなことない。山田さんってすごい変な人。うん。まあ、山田は大事だからね。あれ、いつだったか。中学の時だったか。違う学校の子がラブレター持ってきて。すごいね、かきちゃん。でも知らん人だからとか言って、受け取りもしんで家の中入っちゃった。もったいない。だって、喋らないんだもん。思春期だ。違うよ。赤面症だから。その頃はみんなそんなもんだよ。そんな失敗死ぬほどあんの。でも、だんだん大丈夫になってこんの。私だって、嫁に来た頃は各社に超緊張して、疲れなきゃって気にしたり。うん、でも今こんなにベラベラ喋ってるでしょ。そういうことだよ。変じゃないよ。兄ちゃんのお昼ご飯？え？すいません。ありがとうございます。僕もすみません。人がいるとは思わなくてですね。いやでも全然いらっしゃっても全然いいんですけど、驚かしてすみません。すげえこれね、いいものですよね。Yeah.
色もすごいいいですし、これ今収穫ですか？収穫ですよね。多分これ甘いんだろうな、これ。わあ、これ多分今、多分これ一番、はい、食べ頃ですね、多分これね。これ、すごい。食べ頃じゃないんですけど。